はいよ、はいよ。出なくなってきたね。逆に手の方が良くなったんだね。少し気持ちいいこと覚えようね。
はい、ポンちゃん。ジャン君、気持ちよさそうだね、ジャン君。カオリン、ジャン君が日向ぼっこをしに来たら、カオリンが上から眺めに来ましたよ。ここにはポンちゃんです。全然恐れられてませんね。いいかね、かおちゃん。はい、ジャン君。優しいね。はい、どうぞ。お家から顔を出して食べます。うん、はい、ね、はい、うん。またあんずちゃんの足の音スリスリ攻撃が始まったよ。そっか、戻ってきたね。そしてペロペロ足を舐めます。はい、カオリンがケージの3階にいます。え、あんずちゃん、カオリンじゃない。はい、あんずちゃんがケージの3階にいます。カオリンは1階で出たくて泣いています。アンズちゃんは昨日から自分で、ケージに入ってハンモックで寝ることが多くなってきました。もうちょっと前から。そう。で、ここを開けとくとですね、自分で出入りするんですけれども、今はちょっとカオリンの都合でですね、ケージを閉めていないと。ということですね。夜はね、かおちゃんね、ケージの中で寝てたからね、うん、後で出たくなったら言ってください、うん、開けますからね、うん、さっきまでね、じゃなかったらね、開けてね、うん、出るって言ったんだけどね、全然なくて、別にいいのって。そう、ハンモックでご飯も食べ、あんなにケージが嫌いだったアンズちゃんが
今は自由に出入りできると思うといいんですね。はい、わかりました。で、あなたですね、あなたは出たいんですよね。みんな何順番になってんのそれ。カオリンは外で、だいぶなでなでが、できるようになってですね、もういい感じかなと思います。この状態までアンズちゃんもなってたんですよね。なってましたが、譲渡会2回、なんかバタバタして2回目、3回目は失敗か。3回目は全然いけなくて、そうだね、ということがあったので、ケージ嫌いになった。あ、違うわ、なんだ、パパ嫌いになったね。で、やっと最近はちょっと慣れてきたかな。少しなぜさしてくれるようになりましたかね。はい、この先ですね、今が5日なので、だいたい10日間、どんどん甘やかしてですね、行こうと思います。お別れの日まで頑張りましょう。撫でたり、うん、またいだりとかしても全然大丈夫になってきた。そうだね、うん、いい傾向です。頑張りましょう。